い、皆さんこんにちは。はい、こんにちは。今日は4月の21日です。カフェアンサンブルはですね、今、コロナの影響でですね、4月の12日から休業しております。残念なことです。本当はですね、皆さんにお会いしたくてしょうがないんですけれども、これができないということで、なんとかして我々と皆さんがつながっていく方法はないかと思って YouTube を始めてみようかなと思っております。それではまあとにかくまず自己紹介をしていきましょう。それでは、はい、どうぞ。アンママです。89歳になりました。パチ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 。はい、それではですね、今回撮影はこの方です。はい、いつも裏方です。はい、フミヤくんです。はい、そしてですね、まあこうやってお話とあとチェロの演奏もしていきたいと思っております、直哉です。よ、大統領。お、ありがとうございますということで、まあこういう iPad 1個でね、この YouTube をやろうと無謀なことですけれども、まあなんとか、まあ、皆さんとこの元気な姿をですね見ていただきたくて、まあ1日1回とはできないと思います。まあ2日に1遍、3日に1遍ぐらいずつですけれども、少しずつこのアンサンブルのですね、日常、そして、アンママの歌を、まあ、届けていけたらいいかなと思っております。では今日はですね、まあ、第1回ということで花の街を後で歌っていただきたいと思います。名曲ですね。そうです、そうです。ではまずアンママちょっとご挨拶しましょうか、皆さんに。はい、お願いします。はい、もう皆さんお元気ですか。もう私も本当に皆さんにお会いするまでは絶対元気でいようと思って頑張っております。でも本当に寂しいんです。もうですから私の顔を見ていただいて、そしてなんか元気をどこかからふわっと入れてくだされば嬉しいなと思っております。よろしくお願いいたします。はい、お願いします。それではですね、まあこれから YouTube 配信していきますけれども、おそらく再生回数なんか増えるはずがないと思っております。できればですね、チャンネル登録をしていただけると、この動画が探しやすくなると思いますので、どうぞ皆さんよろしくお願いいたします。はい、それでは、はい、花の街演奏いたします。よろしくお願いいたします。はい、お願いします。次回はですね、まだいつになるか分かりませんけれども、
なるべく近いうちにまた続きをやっていきたいと思います。あの歌だけじゃなくて、もしかしたらね、カフェアンのいろんなことをあの皆さんにお伝えしていけたらいいかなと思っております。先ほども言いましたが、まあ、探しにくいのでチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではさよなら。はい、さよなら、ありがとうございます。